はい、皆さんこんにちは。この配信は月刊ホビージャパンの最新号をマックス渡辺さんとゲストの方に読んでいただき、解説やトークを交えつつ編集部に対して忌憚のないご意見を頂戴するという番組になっております。はい、今回はですねあれちょっとテンション違いました。それはそれとして、はい、今回はですね、はい、4月25日発売号、月刊ホビージャパンですね。はい、こちらになります。こちらを、読みつつトークをしていきたいというふうに思っております。はい、それでは、自己紹介を、お願いしたいと思いますが、まず、マックス渡辺のホビージャパン批評の進行役を務めさせていただいております、ホビージャパンの木村と申します。よろしくお願いします。はい、では、マックスさん、はい、はい、2回沖縄でですねトライアスロンを、2週連続でやってきました。2週連続で、はい、3日ほど前に帰ってまいりました。まだまだ疲労が抜けていないアスリートのマックス渡辺です。だからちょっとこう日焼けした感じ、そういう感じです。黒いですもんね、はい、うん、ちょっと黒くなってます。なんか黒いぞっていう感じなんですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、今回のゲストをご紹介したいと思います。プロモデラーの野本健一さんです。はい、いや、野本健です。よろしくお願いします。もうね、お二人とお付き合いがね、はい、長いですよ。長いですよね。お二人30年本当に長いですもんね。30年になるよね。80何年ですもんね、うん、最初多分あったのは多分ホビージャパンの編集部84年5年6年あたりでしょ。僕はね6年、86年からなんですよ。からやってるのが。じゃあ30年ちょいかけ、ん、38年、あ、そうだ、40年ちょいかけた。あ、俺ももうすぐ40年ボトムズだけじゃない来てるね。いやだって、あれ、マックス、だって僕マックスさんが昔話いきなりしてあれですけど、はい、僕まだ学生の頃に、はい、マックス渡辺って、まだ渡辺誠って、渡辺誠でしょ、でホビージャパンの記事、はい、それこそハウトゥービルドでグフ作ったりっていうのを僕は読者で普通に見てまして、はいはいはい、見てましたか、はい、そうです。それから何年か経って、はい、ジャパンのライターやり始めたっていう感じでした、うん、僕44年目ですよ。おお、44ですね。そうですね、はい、間違ってないよ。間違ってない、間違ってない。昔マグナム渡辺とか言ってましたね。そんな昔話を繰り返さないって言ったのにいきなりそれだよ。いや、なんか今ちょっと40、あれ、ありましたね、44で44歳の時にやったんですよ、うん、ちょっと思い出しました。1年限定で。じゃあ今日はそのホビージャパンの6月号、はい、見ていきたいと思いますけれども、はい、表紙がですね、マスターグレード、ナラティブガンダムバージョン K と、うん、新装備のバージョン K が、メインになりつつ、サイコフレームの、使用したガンダムのバージョン K シリーズをまとめさせていただいてます。今回表紙のポイントだけ言わせてほしいんですけど、ここにこうつらーっとこうサイコフレームの器がキラキラーンと、これチェーンアギが持ってたやつですね。はい、T のやつ、うんうんうん、はい、これ編集会議の中でこの特集やるときに、いや、これいるだろうって話になぜかなりましてですね、フルスクラッチで作ったんです、これサイコフレーム、これ T、 それじゃいるだろうって言ったのは木村さんでしょ、違います違います、違うの、これ違うんですよ、船戸が言ったんですよ。へ、珍しいね。で、おそうだ、いるよねって満場一致するところはおかしいんですけど、ね、で、これ実はね、この表紙の中に飛ばしたいって言ったのは僕でした。おこれ飛ばさなきゃダメだろうって、この3体をこうふるっとこう回ってこう飛んでるみたいなイメージで2ヶ月連続で飛びましたね。飛びました。なんか、はい、あれですよね、うん、ダグラムが飛んでましたからね。そうです、そうです。先月ね。毎度毎度ちょっとめんどくさいね、撮影とデザインだけお願いしちゃって申し訳なかったな。絶対思う、めんどくさいの。これこの人だよね。そう、このね、エフェクトもね、あれなんですよ、場面車を渡して、こんな風にしてくださいってすごい雑な発注しまして、こんな感じになりました、はい。よくやってくださいました。分かった、じゃあもう一回本編見て勉強するわって言ってくださって、バイトさんが作ってくれた。ピカピカですね。はい。という表紙になります。春らしい表紙ですね。はい。はい、マスターグレードナラティブガンダムもね、バージョン K、多分これ放送の頃にも発売されてると思いますけども。そうなんですね、うん。はい。最新キットですので、皆さん、キットをご覧になりながら本読んでいただけると、すごく楽しめるかなと。楽しみですね。いうふうに思ってます。はい。はい、で、せっかくなんでね、このお二人、
今回はお迎えしたってことで、はいはい、やっぱこの2人と僕いれば、まあ、ボトムズの話を先頭いかんだろうと思ってまして、うんうん、それをメインに据えようと。そうで、はい、今回ですね、まあ、2得じゃないですけども、全日本オラタコ選手権第4回の結果発表&全作品、まあ、掲載ということですので、はい、まあ、オラタコボトムズを中心にちょっとお話を聞いていきたいなと思うんですけど、いいんじゃないですか。もうこのメンツですからね。ね、このメンツですからね。はい。最低野郎ですからね。むせます、むせますな。むせます、むせます。はい。辺から。はい。さて、いきますか。はい。今回ですね、ページはですね、102ページから、はい、なります。で、のもけんさんは審査員として今回ご参加いただきました。そうなってますね、審査してるところ。はい。で、当然ね、マックスさんも審査員だろうって話はあるんですけれども、うん、なぜ呼ばなかったか。はい。オラタコ選手権に作品出してるからです。そういう理由。いや、作品出してる人は審査しちゃダメでしょって。あ、そりゃそうですね。自分に入れますもんね。そうなんですよ。はい、で、今回。自分に入れるんですか、ね、入れるでしょ。一票は入れるでしょ。入れるでしょ。1票ね。そうだね、まあ。公正性を欠くと判断されたので、はい、僕はここにいない。そういうことなんですね。それともう一つは、今回メーカーさんは実は呼んでないんですね。ああ、なるほど。はい。コンパクトに行こうってことで、マックスさんはそのマックスファクトリーの社長でもあり、うん、ウェーブさんの社長でもあるので、はい、そうここはちょっと呼ぶと不公平になるだろうと。なるほど。いうこともあり、今回マックスさんは参加ということに徹していただいた。小原さんに参りたかったな。いう形になりました。うん、了解です。はい、で対象作品。はい。これはまあ対象だね。そうなんですよ。大抵いろんな、いきなりそういうところから行くんですか。これでもあれですもんね、のんきさん、うん、結構満場一致に近かったですよね。まあ、そうですね、うん、やっぱり皆さんやっぱこれだけは、これはこの賞を取られた方、うん、皆さんすごくて、うん、すごいですよね。なんですけれども、はい、対象はね結構確かに満場一致に近かったです。トータルで、うん、だよね、うん、思える、うん、 なんだろう、バランスと、はい、それからこうアピアランスとしてのベースの、ね、うん、美しさとか、手の入り方とか、はい、オラ度とか、まあ、いろんな意味で、そうそうそう、文句なしでしょうね。はい、で大地さん実はオラ作でも優勝されてました。そうなんですね。取りまして、うん、はい、もう本当やっぱり実力者なんですね。そろそろグランドマスターとして別枠にやってもらった方が、本当ですよね。ね、はい、出してもいいけどあなたは取れないよって言っとくっていう、そういう立場にならないと。それマックさんも同じですけどね。うっせえよ。マックさんもいいけど取らないよ。取らせないよっていう。ひどい話だよね。どう思う？でもマックさん、え、マックさんのってあるんですか？ありますよ、あります。まあ後ほどちょっと、あ、はい、それは、はい、ですね、はい、そんなで。で今回もオラ作と同じようにポイント制にしました。はい、皆さん点数つけていただいて、それを足す形で入れてますので、審査員の方、合計でですね、6社ですね、がポイント10点ずつ。はい、それを振り分けて、それを振り分ける形で点数してますので、うん、こういう46点とかっていうのは中途半端ってあるんですけれどもこういう数字になってます。はい、あ、本当だ、ポイント書いてある。そうなんです。今気づいた。でこれご覧いただくと、実は大賞ともう金賞で10ポイント差あるんですね。ここはね、やっぱりもう本当に揺らぎなかったなと思います。そうですね、はい、ただ金賞の彼も相当すごい、ね、金賞の方もすごいんですよ。はい、これ勧誘の看板あるんですけど、これね、うん、裏側なんですよ。うん、あ、そうなの。これジゴラムの裏側なんですね。裏側まで勧誘があってもすごいなと思って。はいはい、ね、こう、うん、朽ち果てたスコープドッグって、はい、もうどんだけ作ったっていうぐらい、うん、ね、全国の最低野郎が作ってるわけじゃないですか。まあその中でも、まあ、ここまでの密度で作ったの、うん、なかなか見れないよね。そうですね。これディオラマとしてこれだけ見たらこれが全然対象でもいいんですけど、うん、うん、こう皆さんのこのスクラッチとかいろいろこう方向性があるじゃないですか。そうですね。そういうのでこうなんか正直言うと比較できないなっていう、それはところがあって、うん、結構ね悩みましたよ。これ審査してる方は、うん。さ、なんかさ、ちょっとキャッチーなさ、うん、女の子とかも入ってるのも含めて、うん、バランスいいよね、金賞ね、うんうん、そうそう、これね、ここにジープいるじゃないですか、はい、自転車乗ってるんですよ。はあ、そうなんですよ。これやっぱり実物見たいね、本当はね、うん、はい、
なんか展示会とかあったら持ってきてほしいね。ね、結構今回特にね、対象の方もそうなんですけど、遠方だったんでちょっとお送りするの壊れちゃう危険があったので、うん、あ、そうなんですね、はい、お写真でちょっと掲載させていただいたんですけど、銀賞の彼のもこれってオリジナルのデザイン、これ、これってマジカルドールってあったね、ポトレゾーデッセイに載ってた、はい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 、イラスト、懐かしいですね、からだと思います、はい、なるほど、それを解像度上げてる感じだ、うんうん、あとね、この銅賞のストロングバックスカスタムなんですけど、はい、これね、あの一見わかんないじゃないですか、うん、R3 レーズナーから改造してる、全然意味わかんない、意味わかんないでしょしかもコメントがね、いや、あのボトムズが入手しづらかったので R3 レーズナー作りましたって書いてあって二重で意味わかんなかったんですよ、そうだよね、ちょっと足のあたりを、ふくらはぎのあたりよく見てください、確かにそうなんだけど、面影が、確かにな、デザイナーが一緒だと、うん、そんなにね、そうですね、いじらなくても馴染みなくいけるっていうのはそうなんだけど、はい、よくかっこいいなと思って、はい、でも文章読んで俺ずっこけたからね、そうなんですよ意味わかんないって言って、だしレズナーだって結構入手難しいでしょ、難しいですね、まあちょっと前にね再販されてましたけれども、それでもね、はいはいはい、しかもかっこよくちゃんと AT になってるのがすごい、うん、かっこいいですよ、はい、はい、かっこいい系ですから、ね、はい、で審査員特別賞と、はい、はい、皆さん選んでいただきました、いやね、みんなうまいね、うまいですよねすごいね、この辺でもちょっとこう最近の傾向というか、はい、あのボックスアート風だったりとか、ね、そうですね、はい、レリーフ風だったりっていう、はい、そういうのこれさ、ね、本当にさ、天神さんの絵だよね、そうそう、本当に天神さんの絵にしか見えねえみたいな、うん、普通に、あ、なんかパッケージが載ってるみたいな、これね、あの立体をイラスト調に塗るのもそうなんですけども、うん、背景絵なんですよ、うん、この人根本的に絵がうまいんですよ、なるほど、ね、めちゃくちゃ絵がうまいんですよ、はい、そういうことか、あ、後ろのは立体じゃないの、絵なんですよ、その絵も自分で描いてる、自分で描いてるんですよ言葉がなくなるね絵がうまい、絵心がすごいっていう、てか この、 あの作品展というかに出してる人たちが、うん、明らかに以前からみんな作ってるでしょっていう手の込みようですよね、どうなんだろうね、結構これが発表されてから やり始めたんだろうかね、うん、いや、作品見る限り、うん、結構旧宝のキット多かったんですよね、うんうんうん、あ、そうですね、でそこは、前回の第3回が2008年7月号なので、うんうん、2008年、うん、16年前、ね、16年前か、うん、うん、って考えるとその間にずっとコツコツ作ってたやつあったんじゃないかな、なるほど、うん、そうでしょうね、はい、入ってるでしょうね、だなんかこう作品ずらーっとこう見てると、はい、あのその次一時通過、あの予選通過作品がこう、もう見てください、ほらほらほら、あ、これですね、はい、分かったですよ、一時通過はしてましたよそれはそうですけどね、あれどっかで見た、コミュじゃなくてマックス渡辺って書いてあるの、はい、そう、逃げも隠れもせぬぞという、はい、で、あのあれなんですよね、こうご覧いただくとですね、ところどころにこれはあれですよね、うん、ストライクベースのスコープドッグ、そうです、風っていうか、風じゃないです、俺的にはスコープドッグ2っていうのはちょっとでかいじゃないですか、うん、だからストライクドッグ、そういう解釈的な、そうみたいな感じで、これはスコープドッグなんだと、これスコープドッグ、ストライクベースでは作ってるけど、はい、そうなんです、まあ次期主力は、うん、もうパッと見分かんない、でもちょっとでかいみたいなのって、うん、ありだな、なるほど、まあ、そういうホーネットスーパーホーネットみたいな、あ、なるほど、パッと見ちょっと分かんないけど、それ分かりやすい、うん、そういう感じなんですよ、結構ねご覧いただくと見た、あの見たことある人たちがいらっしゃるんですか、ね、兄とか言って、兄さん、兄作ってるし、いやあのサプレー作ってよって話なんですけどね、兄さんね、オーラ作の大賞を取った後プロモデラで活躍されてますけれども、うん、はい、あと先行艇さんとかね、あのボトムズ展でね仲間が作例作られてましたけれども、ね、はい、ダメだね、収録中なのに見入ってしまうね、そうなんですよ、あ、黙っちゃうと、あれ、ね、あのこの AT ガレージ、そう、これすごいですよね、これすごくね、これもね個人賞に出たかったはいはいはいぐらいね、ぐらいというか、これいいな、いいよね、はい、うん、すごいですよね、ちゃんとね、これこの1カットだけだと分かるんですけど、これバーグラリーの足とか、うん、マーシンの足とか、はいはいはい、バリエーション機がパーツが全部並んでるんですよね、そう、これ奥まで、これも結構ちゃんと見れたらよかったのになって、ちょっと調子ない、うん、そう、 AT ガレージガレージ、はい、こんなワンセットあったらどんだけ遊べるねんみたいな、そ
本当ですよね。そんな感じです。あと、あ、そうそうそう、このオラタコ焼き、そう、これはね、みんな受けてたんですけど、相当受けてたんですよ、ね、受けてましたね。あ、そうなんだ、うん、これ対象取るんじゃないかと思ったけど、さすがにそれはなかった。そうですね、うん、これうまいのが腹立つんですよね、これふざけてるのにね。いや、これね、相当なんかボトムズ分かってるなっていうか、好きだなっていう、あとさ、たこ焼きがよく分かってるこいつって感じなんですよ。そこもそこも、そう、こっちが生地の色じゃないですか、こっちがある程度焼けていいんじゃないですか、パッて、パッてる感じがいいなと。すごいですよね。で、背景無駄に凝ってるでしょ。そうなんですよ、ちょっとウドの街っぽいじゃないですか、そういうのも含めてなかなかいいと思います。そうそう、これね、腰アーマーが全部裏表になってて、うん、本当だ、あの、うん、後ろのアーマーが前に来ててエプロンみたいになってる。ああ、なるほど、エプロンっていうか前掛けですね。前掛けですね、うん、そんな手になってるあたりもなかなかしかもいいな。ターレットレンズがタコみたいになってるんですね、うん、回転させてまさにそうです、腹立つなと思いましたね。怒らなくて腹立つの。いやね、こういうの細かいところ見ていくと、これ審査ね、いや全然時間足んなかったんですよ、僕は。そうですよね。そうなんですよね。本当、どうなのか、はい、あとね、あれなんです、その横にね、うん、高沢浩一さん59歳っているんですよ。あの、あえて触れなかったんだけど、名前出しちゃっていいのかなと思って、うん、これね、あの、こうやって出てきたから僕ね、うん、あのメーカーの審査やめようと。あー、なるほど、無名の兵士って書いてある。無名の兵士なんですけど、ウェブの開発者ですからウェブのボスですよ。そうなんで、あ、これはもうメーカーさん呼んじゃダメだなと思って読みませんでした。それってじゃあ次回も俺は選手で参加だな。そう高沢さんも選手で参加して、そうですね、野茂ちゃんも出しね、そしたらさ、僕審査しなくていいの。それか、みんな審査できなくなっちゃうじゃん。そうです、審査員いらない、審査員やらない、田野さんも出てもらってね、田野さんも出てもらって審査しなくていい。そう、はい、いや、結構さ、このちっちゃい写真でも相当おーって思うようなのが、そうなんですよ、うん、あの、いい、1位審査通過できなくても本当に多くて、今回345作品、はいはい、でウェブだと例えばもっと大きい写真で見れたりしないの？あ、これからね、したいと思ってます。それで、ね、うん、あると相当ウェブいいよ。そうですよ ね、はい、なんかみんなでこうワイワイご覧になれるといいなと思うんですけどね。そうそうそう、なんかさ、はい、ね、あの、送った全カットが見れるまで贅沢じゃなくてもいいから、ワンカットしっかり大きいサイズで見れると、はい、きっとまた盛り上がれると思うんだよね。そうですよね。一つずつずっとコメントしてったら何時間かかるんだって。いや、大変だよ。だって、え、何作品？345。すごいね、オーバー。これね、あれだぞ、第1回オラザク選手権よりも多いんですよ。あ、第1回で343とか2とかなんですよ。なるほど。第1回はそんなでしたっけ。うん、さ、オラザク選手権が毎年のコーナーになってるけどさ、こうオラタコもさ、うん、ね、3回目から4回目十何年も実際に出るけどさ、はい、もうちょい短い期間でやる。そうですね、うん、ちょっと短いスパンでやってもいいかな、ね、これだけ商品も揃ってきてますし、2年とか3年でやるといいんじゃない、はい、そうですよね、うん、あの、これからどんどんまだ商品出ますからね。そうだよね、はい、出るんですか。出ますよね。思いますよ、ね、うん、だってこの前、つい先日ウェーブさんからのストライク、うん、35分の1出ましたしね。そうですね、うん、あれ裁判だっけ。いや新規です。新規ですよ、うん、新規、はい、ストライク。先に出たのはラビドリーだ。そうです、そうです、はい、出ました。ラビドリーのね、コックピットパーツ使えば、あれ SD 版で出てるんですけど、 PS 版できるんですね。なるほど、はい、僕ね、今ね、24分の1のウェーブ、あの、うん、弊社キット、ウェーブの、そうですね、はい、弊社ですね、スコープドッグを使ってですね、はい、マーシードッグ作ってるんですけど、おお、はい、大変。足は9キット。9キット。宝で。ああ。昨年で乗せて。ああ、もちろん、はい、ぜひお願いします。すんげえ大変。今は。大変ですね。なかなか面白いと思いますよ。おお、うん。なんてね、野茂ちゃん最近は、この間、はい、ほら、作ってたじゃん、サンライズの時。うん、先月号ですね、作ってくれたじゃん、はい、レッドショルダーカスタム、そうですよね、作りました。あのパーツはさ、あのデータは、はい、いつも新たに作りました。作ったんだ。いや、だって今日1年ぐらい前でしたっけ、あの、うん、旧宝のキットベースで、あのウェブさんでパーツ出してって、うん、あ、昔のプラモデルの、うん、はい、それはそれで作ってたんですけど、うん、またそれ同じのやるのってちょっとどうかな
と、うん、なるほど。まあまあ最近もう入手もさすがに難しい、そうだね、っていうのもあって、ね、結構ねプレミアついちゃったりして、うんうん、で今度のスコープドックってあのオプションの武器がこう脇とかにつけられるように最初からあのダボがついてるじゃないですか、うん、すごいいい設計ですよね。だからそれを使って作るのがいいんじゃないのかなと思って、うん、なるほど、作り起こしました。いずれ出るであろうパーツだけれども自作したってことで、ね、まあプラモデルはいずれ出るんでしょうけれども、はい、出ますよ、間違いないですよ。それはそうですよね。それはそうです。ウェブさんのペースって上がるんですか、マックスさんの。それはここで言うことじゃないだろう。聞きますか、もういつ出るのかなと思って。本当さ、一番自由なのが木村編集長っていうのがさ、このさ番組の面白いところは出るとは思ってても聞かないですよ。俺が好きかって言ってまあまあまあって言うんじゃなくて逆だから。毎回ねなんか放送するんだよ。聞いてくださいよ。そういう感じなんですか、ここは。もう単純に僕はあのファンとして聞いてますからね。だから、マックス渡辺のどうの子じゃなくて、これ、木村編集長のなんじゃねえか。マックス渡辺のホビージャパン批評だから、ね、マックスさんが批評するのはいい。ええー。まあそうですよね。はい、批評するつもりでこの番組の話、始めたわけじゃないんでね。ああ、そう。でもね、そういう感じなんですか、ね。でもファンの方は喜んでくださってるみたいですよ。それでいいんですか。はい。2回以降だいぶねあの皆さん喜んでいただいて、うん、まあでも実際こう、今の作りやすいキットが揃った時点で、うん、またこれからどう作るかっていうのができる。そうですね、今やっと環境がまた、そうなんです、なんか、ね、今のレベルで整ったって感じですね。役者が揃った感じしません、うん、バンダイもね、バンダイスピリッツさんもエチジ出して、はい、そうなんだよね、はい、だからスケールもいろいろあるし、あれだよな、アクティックギアとかもさ、また、うん、また懐かしいもん、ゾロッと再販とかしてくれたらまた絵作りが変わるし、オトムズはね、多分ね、うん、すごく面白い、はい、コンテンツとして生き続けるんじゃないのかなと思うよね、うんうん、ハイメタル R もね、出ましたしね。そうです ね, そ, うですね、その記事も、はい、ハイメタル R の話も今しちゃいます、もうしちゃいますか、同時に ね、はい、ハイメタル R ね、214ページ、214、はい、まあその前のね、スコープドッグがどう大ヒット、あ、皆さん手に入らなくてお困りだと思うんですけど、俺も入ってないですからね、うん、大ヒットですよ。そうなんですね、それを受けて、まあ、次ターボカスタム、そうっす、はい、ターボカスタム来たかっていう、ね、しかし各社プロポーションのバランスの取り方が違ってて面白いね、うん、そうですね、スコープドッグっていうかタコってそういうとこありますもんね。あるある、解釈によってだいぶ違いますもんね。これ多分この直立してるのって、はい、あの股関節の位置が多分ずれてるかもしれないです、これ ね, ね、ちょっと高くなってるんですよね、うん、ちょっとターボカスタムの方が身長はもともと高くなるんだけど、うん、多分この股関節の軸をずらすので、微妙にアーマーと太ももの、はい、隙間距離を見るとちょっと、はい、伸びたところで撮ってる、いきなり本誌のカットに注文をつけるのもさんでございました。さすがです。いや、これは批評になりましたね。そこをね、はい、あの気にしないで話しちゃうと、なんかプロモーションなんかバランス変わってねみたいに、確かになっちゃうじゃないですか。そうだね。一応ちょっと気になった。より腰高に見えるもんね。そうそうそう、ね、腰の位置相当違うもんね。ちょっとそこは多分そう。タボカスタムってあれですよね。すねから下がちょっと長いんですよね。そうです。すねもそうなんですけど、ももも解釈によってはちょっと違う、はい、んですよね。うん、あれさ、はい。設定身長もちょっと高いんだっけ？あ、高いです。あ、そうなんだ。膝下は長くなって。すぐ即答できるのはすごいね。はい、ね、作りましたか。さすが、さすが最低野郎。はい、ははー、カスタムとか懐かしいよ。ほら、もう懐かしがってるじゃないですか。懐かしいじゃん、だって。Now の商品がこれから出るんじゃないですか？そうなんだよ、ね。24も、ね、もうほら。あれでも僕はウェブさんのね、新しい2を作った時に、うん、僕たちって旧宝のボディ作るのにここ細いとこで接着してたじゃないですか。だあれ成形するためにパキって割れるじゃないですか。割れた、あれがないバイザーもな、とっても違う。ここをね、やすってたらちょっと力でポキってなるじゃないですか。あれがないだけで幸せっていう、まあ、バイザーこれでこうでね、つきますからね、ここがね、この細いとこでこう接着しね、ね、歪めたプラ板を貼り付けてね、そう補強してね、そうやりましたよ。それだけでも懐かしい話の、あの、はい、昔のキットの苦労話したらこれだけで2時間は語れますよ。いけますね。
それやっても僕はいいんですけど、うん、昔ね僕でもあのこの杉目大変だったんだよ。そうだよ、ね、マックスさんがね昔あの改造されて作られた今あの昔のボトムズの別冊に載ってる、はい、胴体ギュッと詰めて、はい、頭でかくしたやつ、あれね僕の理想のスコダコだったんですよね。ありがとうございます。あれをね僕はずっといつも目指して宝キューキットを切り刻んでました。あれほんのちょっとずつキュッ、キュッとすると、うん、頭をそんなにいじんなくてもバランスが変わるんで、うん、それは一つの方法だったなという、はい、ところなんだよね。結構あれが皆さん、うん、頭に残ってて今のこのプロポーションになってるんじゃないかなと思うんですよ。キットもどうなんだろう、うん、でもさ胴体クッと詰まった昔3号マックスっていうやりましたね、完成品のシリーズを持ってますよ、あのやったんだけどさ、はいはい、あのすごい頭の大きい、あのいわゆる男って感じのやつ作ったら結構不評でさ、本当ですか。そう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 、なんだったら僕今からロッカーに持ってきましょう。いやいやいや俺は好きなプロポーションだったんだけど、僕も好きです、はい、どうもプラモデルのしかも24分の1のに慣れてる人にとってはここまで頭大きいのは違うよっていう流れはあったっぽい、はい、うん、なのでしかも膠着しないよみたいなこと言われて結構シリーズ頑張ったんだけど、ラビドリードッグまで出せずに終わるっていうね。あ、そうでしたっけ。そうです。あれあれなんかすごくいっぱい出てたんで、もうなんか全部出た。カメさんとか出ましたからね。はい、出ました。まあね、続けたかったけどあそこであの力尽きて、うん、終わったことも歴史だし、うん、そして今ね24やってるのも意味があるなと思うんで、うん、だから何もかにも悪いことばかじゃないなって気はするけどね、うん、懐かしいよあれも、うん、懐かしい懐かしいって言っちゃダメなのか。どうなんですか。でもそれを聞きたいっていう説も、うん、なんか向こうでうんうん言うてる人もいたりするんで、そうですね、ね、うん、でも40年ですよあのその40年とかもう何十年って言うだけでも言ってるのと一緒ですよね。懐かしがって何がすごいのかって、うん、例えばガンダムなんかはこの45年間ずっと新たなガンダムが生まれてるじゃないですか、うん、そうですね。スコープドックってずっと40年この形なんですよねでも、はい、うん、模型としての解釈は各メーカーや時代によって変わってきてるっていうのは、うん、面白いなと。そうですね、うん、基本的な形は変わってないからね。そう、それを皆さん、うん、その今の解釈でこうやってどん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 こう独自のこうスコープドック出してるっていうのは面白いな。その意味から言うとすごく似てるなと思うのはやっぱマシネンクリーガーだよね、うん、そうですね、うん、はい、基本的な形は変わってない、だけども細部でこういう解釈こういう解釈、うん、こんな派生型みたいなのっての、一緒じゃないですか。一緒です ね、だから楽しみ方がやっぱり模型寄りなんだよ、うんうん、やっぱりおもちゃコンテンツじゃないんだなっていう、はい、ところだと思うよね。あのやっぱりねこのメンバーだと昔話ばっかりこう話が進んじゃう気がするんですけどマックスさんってデビューっていつでしたっけ。僕はね18歳で1981年、はい、商業誌デビューっていうことで言うんだったら、あれだよ「How to Build Gundam 2」になるんだけども、はい、うん、その前の年に出てた「How to Build Gundam」の読者投稿でグフを、ね、はい、ね、掲載してもらってっていうところからスタートして、うん、1982年これ間違ってたらごめんなさい、うん、です。なので、今年が2024年ですから、44年目になりました、うん、はい、一応サイコさん山田拓司と、はい、ほぼ一緒、うん、そうですね、ね、はい、そうなんです。横山光さんより俺の方が兄弟子。なるほど、俺兄弟子僕初めて買ったホビージャパンがその How to Build Gundam です。ああ、そうなんですか。初めて、そうですね、うん、で、こう読んでて、マックスさんのグフ乗ってるの小学生でしょ。中学、中学生じゃないですかねぐらいかな。1900何年生まれ。僕67年生まれ。あ、5つしか違わないんだ、うん、あってことは中学生になってるかな、ね、なったぐらいですね、中1ぐらいかな。で、まあでもまさかその何年後かにライターになるとは当時思ってないじゃないですか、うん、そうやって中高を過ごして僕も18、うん、19なるぐらいの時にデビューしたんですよ。あ、そうなんですか。早いですね。僕も86年、うん、86年です。僕は戦車作ってましたけど、最初、うん、最初は戦車か。戦車スクラッチして、あの持ち込みで
すみません、ボトムズの話じゃなくて。でも1981年デビューの俺から言うと5年後ってぴったり5年後で、ね、年齢もぴったり18歳だった。あ、そうですね。あ、多分合ってるね。当時でもホビージャパンのモデラーってその辺の年代のデビュー多かったんですよ。18、19ぐらい。大学生が多かった。大学生になって。僕も実は19歳かな、デビュー。うん、はい、大学生だ。大学生になったからです。大学生暇じゃないですか。暇っていうか、いや、俺は忙しかったよ。うん、そうですね。うん、だけど、大学生って、まあほら、時間はあんのよ。そう、自由な時間が、一応取りやすいのよ。ええ、講義の間もあるし。そうそう、でね、卒業、すると、あのいなくなるじゃないですか、はい、ライターも卒業みたいな。そう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 。俺なんかほら大学7年間も通っちゃう優秀な生徒。すごいです学びが好きだったんですね。長いわけよ。個人式ましたね。そうだから、そうか、うん、昔は本当どんだけ学校好きなのみたいな、うん、みんな若かったですよね、うん、当時のホビージャパンって僕たちもそうですけど、納品に来ると当時はその、うん、今みたいにネットで原稿を送るっていう世界がなかったので、うん、その場で原稿書かされたんですよ、ね、原稿用紙に原稿書いてました。そうそうそう、書いてた。でね、書いてた。書き終わるまで帰るなって言われて書いてると他のメンバーが来るんですよ、納品に、うん、だから結構ワイワイとね当時の、うん、そんな感じだった。僕の時は90年ぐらいだった。僕90年デビューだったんですけど、うん、その頃には小林和志さんとかですね、うんうんうん、初座初ブーとかあの辺のメンバー、しい、はい、あの辺のメンバーではみんな結構集まったりとかして、うん、原稿書いたりとか話とかしてましたね。小林さんって言ったらね、それこそ今回も載ってるじゃないですか、うん、スコープドッグのようなキリコのような、そう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 、メカトロ、メカトロウィーゴの、はい、ちゃんと繋がってるね。そうなんですよね。まあ、でもそうですね、はい、みんな若かったなとちょっと思いましたね。私はでも言っちゃうけど、君らの世代でもやっぱり原稿用紙だったんだね。そうですよ、用紙、うん、原稿用紙ですよ。90何年ぐらいまでは、うん、何年ぐらいだった結果覚えてないですけど、うん、テキストならテキストで、まあワープロ、うん、とか、だってメールで送るなんて90年代メールなんてない、ね、後半じゃないですか、うん、これはあれだな、ワープロで打って、ワープロ90年代半ばぐらいだったかな、うん、そうだっけ、そんな歴史を追ってもしょうがないですけどねでもワープロで打っても結局紙でやってきて、それを打ち直すって形じゃなかったっけ、編集もね。そうだった、当時はまだ、うん、あ、でもリライトしてましたからね。うん、そうそうそう、結局そうか、うん、書き直す編集者がされてた、うん、俺はほぼされてなかったよ。そうです、じゃあそのまま書いて、うん、そうそうそう、ね、だ問題発言多かったね。半分冗談ですよ。はい、いやでもそれこそデビューのあれもそうですけど、ボトムズで言えば、ね、うん、マックスさんのところが最初に あれはラークで出してたのが最初。ラークです。マックスさん、マックスファクトリーで、あれはあれベルゼルガとか、なんかベルゼルガ DT とかやってたのって、はい、あれはマックス、どれが最初、あれマックスです。でも俺 L マックスで、あ、はいはい、ホビージャパンの作例であるところの、うん、ブラッドサッカー、それからレッドショルダーカスタムのパーツっていうのを、うん、ラークさんで出しましょうっていう話になって、うん、それはあちらで発売をしてくれて、あ、はいはい、案件交渉も彼らがしてくれてっていう形だよね、はいはいはい、そのと、あ、そうか、ラークですもんね最初はね。そうです、そうです、うん、まあ、その後、うん、マックスファクトリーが、まあ、メーカーとして立って、それから随分経ってから90何年になってから、うん、佐藤直樹さんに原型作ってもらったソフビのシリーズがある、うん、はい、ただ、まあ、その間にもそれこそ、うん、装甲騎兵ボトムズの総集編の、うん、オープニングの映像とか、あ、はいはい、ああいうのやらせてもらったり。そうでしたね、うん、それホビージャパンに載ってますもんね、うん、一応ちょっとフォローしておくと、ラークって、うん、今のウェーブさんの前身って言った方が、ウェーブさんの前身、一応説明しとかないと。ありがとうございます。いえいえ、この間聞いたんですけどね、ラークの語源がすごいんだよ。お、タバコじゃないんですね。え、タバコじゃないんですね。違う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 、それはラーク、ひばり、おお、で1号店がひばりが丘、ひばりが丘だ、だからラーク。この間阿部さんと飲んだ時に、うん、その話になって、これ転びそうになったもん。ラークってそこみたいな。そうなんですね。そうなんです。はあ、そうそう。三店舗とかあったじゃないですか。大船にあって、うん、ひばりが丘から始まって、うん、で、ね、吉祥寺の声優ラーク、うん。はい。きっと懐かしがってる人いますよ。いや、絶対そう。これもう高澤君も見てくれてる。ですね。そうです。だ、マックさんたちが、うん、はい、
あのウェーブさんと、まあ、その時、まあ、ラークさんですよね、はい、で、ガレージキと熱心にやられてて、うん、でマックスはマックスファクトリーってなって、こうそこからちょっと、直接ではない感じでもうメーカーになっていくんですよね。そうです、そうです、ですよね、はい、でその後ぐらいに僕ウェーブさんとかで、そうです、そうです、イベント用にガレージキとやったり、そのさっき言ってた宝のところにプラスするターボカスタムのプラモデルが出るときに僕木型やったりとか、あれ全部原型作ってるね、そうなんだよ、っていうこうちょっとこう流れがあり、こうボトムズのキットもこう続いていくと、ラークでありウェーブでありっていう流れで僕の後に入ってるのがのもちゃんだし、ホビージャパンの紙面的に言っても、まあ一発目の最低野郎は俺で、二代目ボトムズ最低野郎はのもちゃんっていうのが流れだよね、こうちょうど、でまあボトムズの商品もこう、そうそうそう、いわゆる宝のところで一旦はまあ切れてるといえば切れてるんですけど、そのガレージキットなりでそれをこう、そうそう、なんていうのかな、そのまあ、マーケットというかボトムズの模型を楽しむ環境っていうのを継続したっていうところが、うん、継承して継続してっていう意味では、あのウェーブの功績はすごいよね、うん、そうですね、そこがその他のキャラクターと、うん、そのテレビシリーズが終わったところで終わってしまうものとの違いだと思うんですよね、うん、宝の金型を管理してもらって、打ってもらって、そのパーツをバルクで買ってきて、プラスでレジンパーツをつけて売る、そこからそのレジン、いや、レジンじゃないなっつって、簡易インジェクションでパーツつけてターボカスタムとか作る、その時に関与してるわけじゃないですか。そんな動き、あの頃ってやっぱり模型はちょっと氷河期だから、ね、そんな大きなお金をバーンって投入できるような環境ではなかったんだけども、あの地道な努力をずっと続けてきたからこそ、今多分このハイメタル R もあるし、今回の特集もあると思うよ。そうですね、それは間違いないよね、で聞いたらね、あの阿部さん、はい、ボトムズが大好きなんだよって言ってた。そこもあったんですか、ね、あ、そんなに好きだったんですかって僕はむしろ聞いてしまいましたよ。好きだよ、全部何度も見てるよって言ってました。その愛があったからこうやって続けてくださって、これ間違いないです。で僕たちがそれを買って、みんな作ってたっていうのでね、そういうことだね、そう、ボトムズのファンって昔からよう言われてるんですけど、あの出たら3つ買うんですよね。そういうところもマシーネンと一緒ですね。そうだから、あの売り上げが3倍になるんですよ。でもファンは3分の1かって話あったんですけど、でもね、ここ最近 ね、問題発言が若干入ってます。いやでも増えてるんですよね、ここ最近ね。あ、そうですよね。ボトムズのファン増えてるんですよ。あの結構昔からの人は結構枯渇感があって、あの一回宝がやめちゃってるんで手に入らなくなったんですよね。うん、そうだね。それがあの、まあ、ウェブさんもそうだし、あと問屋流通でちょっと再販されたりとか、そうそう、文化さんの限定版、モノクロの変なパターン、そう変な薄茶色い感じの、あの、はい、ピンク色とか、そうね。意外とユーザーニーズはあるんだけど、こううまくこうメーカー側の活動が合わなかったところが、その最初の宝以外のところがいろいろこう、まあ好きな人もいたってこともあると思うんですけど、そうやってフォローをしてた、ユーザーのニーズを間違いない、逃さないで動いてた。そうだそうだそうだ、あのモノクロっぽいパッケージもあったし、そうあのマシーネンっぽいというか、そう 3D っぽい茶箱のやつですね、茶箱のパッケージで、イラストが藤田和美さんとか、そうですね、片池宏之さん、片池さんも描いてなかった、片池さん描いてたかな、藤田さんだったのはよく覚えてる。ちょっと筆書きっぽい感じのね。そうです。あの、当時のあのブルーナイトの挿絵っぽい。そうなので畑池さんかなと勘違いしちゃったけど、あれは藤田さんがずっと書いてたのかな。かな。ね。そう。あの頃買ったやつとかが在庫結構僕持ってたし。思ってるね。あの頃のきっとやばいよ。プラが当時から硬いんだけど。そう。硬くて。ピンバイスでってパーツが割れるから、ね、そうですよね、みんな覚悟した方がいいよ。そう、端っこからパーツだと割れやす、まあ、あれもやっぱ時期によるんですかね、あの昔の宝のも、割れやすいのとそうでもなく普通に組めるやつといろいろですよね。あのね、やりすぎた成形だったと思うよ、本当に硬いからな。あそこまで硬いのって40年経ったプラモデルもそうそうないことだから、ないな。もうちょっと元宝の泉さんに聞いてみたいね。ああ、どんな場面、ね、どんな指定をして製造したのかみたいな、聞けるんじゃないかな。
今思えば本当オーパーツ的な筋トレしたからね。今見ても本当に全然、それこそほら競合他市、今回ね特集ね、まあ、ねモデルグラフィックスで特集してるじゃないですか、あれにすぐみ乗ってるじゃないですか、一瞬えって思うよね、そうそうっていうぐらい、今見てもめちゃくちゃかっこいいっていうね、そう、あのむしろ平べったい頭が今新鮮ですよね、ちょっといい、なんかさ頭が当たりにくくなってますみたいなさ工場違いますみたいな、いやでも本当あのキットはあの例えばリベットとかあのエッジの出し方とか意識があるんですよ、ここはもうちょっと R 大きくするとか、ここはあんまり大きくしないとか、パーツ見ると何かしらこう考えがあって、いわゆる設定からアレンジしてるっていうところが読み取れるので、僕すごくそこがあのキット好きなんですよね、背中の部分のあのディティールを生かすためにここのパーツだけ別パーツでしたじゃないですか、割って貼るっていうあの辺って、あの時代にもうそんな考えあったんだと思って、ちょっとそこも驚きですよね、組んでて驚くんですよね、ここで割らないでほしかったね、それはね、まあ、はい、みたいな、ここのディテール消す、どうしたらいいんだよ、ここだけでまとめないでっていうね、それもありました、これ、ね、多分みんな全国の最低野郎がね、そうだっていうところ で、 あのでそういろいろこ う、うん、こうしたかったけど技術的にとか当時の整形的に追いついてないというか、そういうところがね、こうそういうところも読み取れるのが、まあ、マニアはここもうちょっとこうしたかったけど、しょうがないよねみたいな、そう時代がね、ちゃんとね、刻まれてるんです。そうですね。でも、でもあれ真ん中で割れてたからこそ、こうやっていてサンドペーパーでこうやって派閥めできたからね。派閥めできた。よかったからね。よかったのか。あれ割れてなければ派閥め大変なんで。そう大変なんで、ね、あれ割れてもこうやってできてよかったなと。あとさ、あそこまで結構いいディテールとかゴンゴン彫り込まれてるのにさ、手首これかよってさ、埋まってるじゃん。埋まってるやつね。あれ時代だよね。手首作り直すと必須でしたもんね、当時ね。だからほら、ね、あの何段目かのキットでは指がちゃんと、そうですね、あれノモちゃんの原型だ、ね、あのレジン版で、あの握り手とか平手とか作ったやつをやりました、インジェクションのやつはまたあれ、あ別の人キャドーで設計になって、あ、ね、あの後でアップデートで入ってるやつはあのしっかりキャドーでなってますけど、僕本当レジン版であのターボカスタムのそれこそさっき言ったサンサミッションのをレジンパーツでじゃらじゃらぶら下げてる、はいはいはい、一番かっこいいやつな、あのチェーンとかと一緒に、そういう追加パーツのキットも出てたんで、ウェブさんでそれのところにはこうグーの手とか平手とかもうそれは本当になんか手作り原型の、でこうまあいわゆるこう柔らかみがあるみたいな形の、手で彫ったぞっていう感じ、そうだから元来 AT って拳気合入ってますね、造形がね、それ以降は ね、 そうね、はいはい、そう、今もそうですけど拳顔と同じぐらい大事だそう、ね、と思います。なんかねあのボトムズの話すると話が尽きないとあのディレクターからボトムズの話ばっかりこっちは言ってないと、そうです、ね、まあ、言うたら中杯ぐらい出してもいいんじゃないみたいな感じ、ね、はい、なんですけども、なんかそろそろあのもうそろそろタコの話やめろいっていう話がまあ、ディレクターから来てますので、しょうがないですね、はい、まあ、また次回やりましょう、また次回が第あれば第2回やればいいんじゃないですかね、はい、居酒屋でやりましょう、はい、ボトムズミーティングみたいな感じで、はい、と思います。はい、ここまで月刊ホビージャパン6月号の解説をお聞きいただきありがとうございました。今回ご紹介した特集や作例の詳しい解説はぜひ月刊ホビージャパン6月号ご覧いただければと思います。絶賛発売中です。よろしくお願いします。電子版もあります。